ヤッホー YouTube、 どうもなきです。さて今日もヘアスタイル解説をやっていきます。で今日なんですけど、今日は彼女ですね、 TWICE のサナちゃんのヘアスタイルとかヘアカラーをちょっと紹介していきたいなと思います。いくつか、何人かやったんだけど、まだサナちゃん確かやってなかったはずなんで、まずこの画像からやっていくんですけど、まあカット的には難しくないですよね。でただじゃあこの髪質だったりとかすると、まあ量的には全然多くない方がいいです。で髪もあんま硬くない方がいい。でまあブリーチしてるっていうのがまあ条件になりますね、こういう髪型になるためには。でまあ難問の人とか、まあ、あんまりこの猫っ毛の人でも正直別に難しくないです。猫っ毛でも量がある程度ある人だったら全然できやすいと思います。でカット的には全然問題なく、ワンレングスベースで切ってあげて、鎖骨までですよね、鎖骨まで切ってあげるような感じで、ちょっと量を減らしてるっていうような感じがいいと思います。でこれやっぱりさっき言ったように量があんまり多すぎちゃったりすると、こういう羽感だったりとか自然なこう動かし方だったりとかできないので、基本的には量があんまり多くない人の方が、さっき言ったような感じで量が多くない人の方がやりやすいと思います。で今日ワンレングスペースで段もほとんどつけなくてもいいと思います。量を減らすぐらいな感じでいいと思います。もし段がつけたい人だったら、ちょっと上だけ引っ張ってもらって、この鉢植えだけちょっと段を入れてくださいっていう風に、もう1センチとか2センチでいいんですけど、軽く入れてもらえるようにしてもらえれば、あとはもう本当にアイロンで軽く跳ねさせてるような感じでいいと思います。でこの時は 肩に跳ねる長さなんです。どうしてもこの肩のこのね、ここの部分からこう鎖骨の下ぐらいまでって、どうしてもこう跳ねやすい長さなので、これをなんかあんまりこう外跳ねで綺麗にしたいっていう人ももちろんいると思う。それは全然いいんですけど、なんかどっちもこっちに跳ねちゃったりとか、右に跳ねちゃう、左に跳ねちゃうとか、どうしてもなんかうまく決まらないんですっていうわけじゃなくて、これってそういうヘアスタイルにするだけなんで、セットとかそれもだから要は無造作みたいな、本当に無造作みたいな、どこでも別にいけるみたいな、どこにやってても別にいいよみたいなヘアスタイルのカットの仕方なので、あんまりそれを意識しすぎちゃう人だったらあんまりしない方がいいかもしれないですね。基本的にどこでもいいんで、もう本当に無造作がいいんだよっていう人は全然いいと思います。で前髪は多分これ伸ばし中の時なのかな、ちょっと上に上げてアップバンクにしてますけど、これドライヤーで乾かしてあげて、ちょっと上に上げてあげる。この時はまあオイルとかあんまつけなくてもいいと思いますね。もう自然に乾かして、バター系とかを本当に一つまみもいらないぐらい、本当に小指分もいらないかな、小指の半分ぐらいのつけたとかオイルとかワンプッシュぐらいをもう本当にさっと巻いてこう、もうなんか、もうこれで OK みたいな感じの時に、もうワックス、もうそういうちょっとオイルとかを少し軽くつけてあげるだけ、もうそれだけでいいです。あんま何もや、何かをやるっていうんじゃなくて、簡単にさらっとやるぐらいでいいと思います、これは。でこの時はちょっと長めな時ですよね。長めで結構シャギー感が結構出てますよね。また全然違うような感じで、ロングだけども顔周りにシャギーが入ってます。でこれ多分後ろから全部こう持ってきて、で全体的にシャギーが入ってるじゃないですか。なのでシャギーの部分が大体有村架純ちゃんとかは特に全然ちょっと、あれ全然別ですけど、シャギーが入ってるじゃないですか。けど彼女の場合は基本的に耳から前の部分だけちょっとシャギーが入ってる感じで、でそれで段を広げてるって感じなんですよ。けどこの、ね、場合はミナちゃん、サナちゃんの場合は全部後ろから持ってきてシャギーなので、後ろから全部持ってきて、後ろの部分から全部をシャギー入れないとダメなんですよ。で結構シャギー感が強く出ます、他の人よりも。後ろにこうやって前持ってきた時もこうシャギー感だけど、後ろにこう出した時に後ろもシャギー、こうグーッと前上がりみたいな感じの長さになります。こう後ろから見た時にこういう感じでなってきます。なので結構シャギー感が必要だし、黒髪よりかは染めてた方がいいかなと思います。でシャギーも結構下のこう胸ぐらいまでありますよね。多分胸よりも長いよ、多分胸半分ぐらいまであると思うんですけど、そこから首周りまで結構ある、15センチから20センチぐらいシャギーがあるので、結構しっかり入れてください、シャギーを。シャギーすることになって何があるというと、顔周りが結構動きやすさが出てくるので、前で外ハネで巻いた時とかも動きでこう、例えば縦巻きとか、縦巻きっていうか横巻きだと似合わないかな、横巻きにしにくいヘアスタイルなんで、どっちかというと縦巻きでこうくる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 回したい人とかには便利かもしれないですね。例えばワンレングスベースでこううねうねストレートアイロンとかでこう波打ちみたいなパン、スタイルにしたいっていう人は、こういうスタイルは似合わないです。正直やんない方がいいです。こう内巻きにしたりとか、こう自然にこうシャギーっぽくしたいんだよっていう人は全然いいと思います。色的には結構血
先ブリーチがちょっと残ってるかもしれないんですけど、まあ、明るい色なんでどっちかっていうと、ね、根元から中間の部分は赤みがありますよね。だけど毛先がちょっとアッシュっぽいので色が抜けてるのかもしれないです。でけど基本的にアッシュでいいと思いますけどね。あんまり赤みこの季節はちょっと合わないかもしれないので、あの13、14レベルのしっかりとトーンが上がるような感じ。ただ日本の法律上ギリギリまで明るくできる範囲が決まってるので、ブリーチがしない場合は、なのでその辺も美容師さんと相談しながらちょっと色を決めてあげればいいかなと思います。詐欺の幅はすごい広いです。本当に3分の1ぐらいは詐欺、2分の1までは、1対1まではいかないけども、うん、半分までいかないけどもちょっと多めに感じて詐欺を入れてあげないといけませんね。しっかりと詐欺を入れるようにオーダーしないとこれは無理です。全体的に詐欺を入れてくださいっていうふうに言わないとダメです。でこの時なんかは詐欺が入ってない状態ですよね。詐欺が入ってないほとんどの状態でワンレングスベースで切ってる感じですね。胸下までみたいな感じで、結構もうスーパーロングみたいな感じになるんですよ。ここまで来ると基本的にワンレングスベースで切って、うねうねストレートアイロンでやってる感じで、で毛先多分 VH して根元の方から明るめの色を入れつつも、毛先はブリーチしてるので薄く入って色味がちょっとこう黄色っぽくなるような感じ、ベージュっぽくなるような感じだと思うんですけど、まあ、色味グラデーションカラーで基本的にやってあげて全然問題ないと思います。で基本ワンレングスベースでいいと思います。で段をつけるにしても、まあ、本当にちょっとでいいと思います。この部分はで量を減らすようなのが、だから量があんまり多すぎちゃうところも難しいですね。毛が細かったりとかちょっと薄い人、と髪が細い人の方がやりやすいと思います。で身長が多分あるといいんですけど、基本的にあんまり身長がないと、例えば顔の長さの顔の大きさあるじゃないですか。顔のバランスをもう一個ここの顔一個ここの顎から一個分乗せてくるじゃないですか。でここの位置ぐらいまでの長さだと、だいたいここの1対1だから要は2個分ぐらいの長さになれると、そこぐらいまでだと、あ長いねロングだねっていう風になるんですけど、それ以上もうそれ以上ありますよね。 2.5 倍ぐらいの長さあるじゃないですか。でそれ以上になってくると、もうスーパーもうなんか身長とか関係なくもうスーパーロングみたいな感じの位置づけになっちゃうんですよ、僕的には。なので顔ロングだねって言われてる長さっていうのは顔の倍ぐらいの長さだと思ってください。それ以上長いと結構もう長すぎっていう感じになってください。あの身長とかもあると思うんですけど、その人に合うような長さとしては顔の倍以上の長さ、3倍とかもう 2.5 倍とかの長さになっちゃうと、もうスーパーロング、もうちょっとあの似合う似合わないとかっていう次元じゃなくて、ちょっともう長すぎっていう感じになっちゃって、髪型は髪型でもちろん可愛い、安室ちゃんとかもちろん長くてね綺麗だけども、その髪型としてどうこうって言えるようなものではなくなってくるので、その辺もまあ自分と会いながらこう外から見られてどうなのかなとかって気にしながら、ちょっと長さも調整してあげるといいかもしれないですね。でこの時なんかはちょっとまあカラーリングですね。カラーリング、基本的には全体ね、半分以上がブリーチされて紫を入れてるって感じですけど、これもまあ根元の方はしっかりと暗めな赤みっていうか入れて、まあ、ブリーチも何もしてないと思うんですけど、入れて中間から毛先の部分だけ全部ブリーチをして、まあ、紫とピンクを混ぜてるような感じね。まあこれは入れられないことはないですけど、全然、まあ、ブリーチして紫とピンクをちょっと混ぜてるような感じですかね。紫強めですけど、前髪のとこはブリーチしないで残しとくって感じですね。多分まとめた時に下ろした時に多分あんまりこう激しい色が出ないようにしてると思うんですけど、これも基本的に長さはさっきと変わんないですけど、ブリーチをして紫をしっかり入れる。ただ紫入れたことがある人分かると思うんですけど、結構お風呂上がった時とか結構紫の色素がついちゃうんです、どうしてもカラー剤って。なので白いタオルとかでやんないで黒いタオルとかで拭いてあげたりとか、ちゃんとしっかり乾かして寝ないと枕についちゃうとかもしちゃうので、その辺もまあこれはもう自分のケア次第なんですけど、気をつけてあげてあげた方がいいので、まあその辺は色味入れる入れないなりとか、マニックパニックとか入れた方がいいかな。普通の色味でも全然入るんですけど、マニックパニックとかがあれば買ってもらってお家でやってあげても全然いいと思うので、ぜひ試してみてください。バイバイ。